いですというご相談ですね。泳ぎたい、混んでないプール、まあ、混んでない場所、混んでないところ知りたいですということなんですけども、まあ穴場がいくつかありまして、まあですね、結構アンヘルスもですね、いくつかあったりします。あとマニラもですね、例えばビンコン、ライズですね、コンドミニアムのライズのプールとかも、ゲストで、デイユースで使えたりするんですよね。なので、まあ、2、300ペソとかで使えたりするので、まあ、この辺ちょっと聞いてもらえばいいかなと思います。コンドミニアムのですね、プールはそんなに混んでなくておすすめです。ライズのプール、例えば、まあ、マカディのライズのプールなんかも結構ですね、ガラガラで、かなり、まあ、平日なんか特にですね、おすすめなので、まあ、日本は混雑してますよね。でフィリピンってやっぱり、まあ、一年中プール入れる気候なんですけども、空いてるプールっていうのは結構いっぱいあります。ただ、まあ、情報がないと分かりづらいであるところあると思います。聞いてもらえばと思います。